台湾の歴史。台湾の歴史では、台湾地域の歴史区分と、主要な歴史的内容の概略を述べる。詳細については、各時代ごとの項目を参照のこと。なお、台湾地域の地域範囲については、台湾の地域範囲を参照のこと。地質学の研究によれば、今から300万年から1万年前の更新予氷河書の時代、台湾は、 中国大陸と地続きであり、大陸から人類が台湾に移住し、居住していたと考えられている。現在台湾で確認されている最も古い人類は、台南市左鎮区一帯で発見された左鎮人であるが、その生活文化がどのようなものであったのかについては、具体的な考古学の成果が上がっていない。また考古学により、旧石器時代板期 5万年から1万年前には人類の居住が開始されていたことが確認されている。現在確認されている台湾最初の文化は長浜文化、台東県長浜里の八千頭遺跡などが標霊であり、大量の土星石器及び骨格器が発掘されている。長浜文化は中国南部の文化とある程度の類似性を有しているが、現在の考古学の成果からは、 台湾の旧石器時代の民族系統については、語るに至っていない。台湾での新石器時代及び金属器時代の文化は、旧石器時代の文化との関連性は、高くない。この時期は発掘された遺跡により、日田市八陸の大、高文化及び十三業文化、台北盆地の演山文化及び植物園文化、台東県の悲願文化などが存在しているが、出土品の中に、 中国大陸からの貨幣なども含まれており、台湾以外との外部交渉が行われていた防渉となっている。現在定説となっているのは新石器時代以降の戦士文化は台湾南東語系民族によるものであり、現在の原住民が台湾に定住する以前に別の族群が台湾に居住していた可能性を示している。日本人学者、内川根野蔵は 台湾の先士時代より20以上の先住民族が居住していた可能性を指摘し、また一部は現在の原住民の祖先、十三行文化人のガダガラン族祖先説であるとも考えられている。しかし考古学の発掘は未だ新石器文化と台湾原住民との間を具体的な継承関係を確定できていない。台湾原住民はオーストロネシア語族に属し、 古くは中国大陸南部に居住していたと考えられている。その後北方艦民族などの圧力を受けて台湾に押し出され、そこから南太平洋一帯に進出していったという説が有力である。しかし一度台湾から出ていった種族が再び台湾に戻ってくるなど、その移動は複雑で未だ不明な点が多い。中華人民共和国の歴史学者は古くから 中国人に東海、東、シナ海上にある島として、台湾の存在は認識されていたと主張する。三国市、呉市、随所、琉球殿及び、文献通行などに、台湾をロックしたとも考えられる記録があり、随所、琉球殿では、琉球国在海中、東京安軍東、水曜五日、自治、琉球国は海中にあり、県安軍の東にあたり、 水行こと五日にしていたると記載され、中国大と台湾との間の交渉の論拠としている。さらに、原始、琉球伝などもある。しかし、琉球国とは古来琉球王国や琉球軍党のことを指す。台湾が何時の時代に中国の半島に編入されたかについては、諸説があるが、宝古諸島と台湾本島を区分して記述すれば、宝古諸島は現代に準権史が設置され、 福建省を先州府に隷属したというのが確実記録であり、台湾本島は近域を航行する船舶の一時的な寄港地、あるいは和光の根拠地としての位置づけが秋夜まで続き、台湾が注目されるようになったのは16世紀の明朝時代になってからである。和光の活動が活発化するにつれて、台湾は和光の根拠地の一つとして使用されるようになり、やがて、 韓民族、日本人が、高級的に居住し始めるまでに至った。また、この時代になると、大航海時代にあったヨーロッパ各国から、多くの人々が来航するようになり、台湾の戦略的重要性に気がついた、オランダやスペインが、台湾島を、領有し、東アジアにおける、貿易、解剖の拠点としていった。そのために、日本への鉄砲やザビエルによるキリスト教伝来も、おそらくは、 台湾を経由してきたのだと思われる。なお、ヨーロッパ戦として初めて台湾に到達した船は、ポルトガルの船であり、ポルトガル人船員が緑に覆われた、台湾島に感動して、リアホルモサ、ウルワシの島と叫んだという伝承から、台湾の別称である、ホルモサ、ホルモサ、中国語では、ビレー島が誕生したとされている。また、その頃日本にも、台湾に対して、 領土的な興味を持つ勢力がいくつか存在した。豊臣秀吉は、鉱山国宛に兆候を促す文書を作成し、原田孫七郎という商人に台湾へ届けさせた。鉱山国とは時、台湾に存在すると考えられた国名。実質的には存在せず兆候の目的は果たせなかった。また1608年には、有馬晴信が、1616 16年には、長崎大館。 村山人志康が、いずれも成功はしなかったものの台湾へ軍勢を派遣した。台湾島の領有を確認できる史上初めての勢力は、17世紀初頭に成立したオランダの東インド会社である。東インド会社はまず明朝領有下の方向諸島を占領した後、1624年に台湾島の王院、現在の台南市周辺を中心とした地域を制圧して、 要塞を築いた。なお、同時期の1626年には、スペイン勢力が台湾東北部のキールン付近に進出し、要塞を築いて、島の開発を始めていたが、東インド会社は1642年に、スペイン勢力を台湾から追放することに、成功している。オランダによる、統治期間中、東インド会社は、復権省、 関東省沿岸部から大量の肝心移住民を労働力として募集し、彼らに土地開発を進めさせることで、プランテーションの経営に乗り出そうとした。その際に、台湾原住民が、オランダ人をタヨアン、台案現地語で、来訪者の意と呼んだことから、台湾、台湾という名称が誕生したという説もある。だが、台湾の東インド会社は1661年から、 高清主ゲの旗印を掲げた帝政公の攻撃を受け、翌1662年には最後の本拠地要塞であるゼランデア城も陥落したために、進出開始から37年で台湾からすべて駆逐されていった。1644年、理事制の反乱によって明朝が滅亡し、混乱状況にあった中国に満州族の王朝である清が進出してきた。 これに対し、明朝の皇族、維新たちは、阪神また、民を掲げて、南明朝を起こし、清朝への反抗を繰り返したが、力及ばず1661年に滅亡させられた。そのために、阪神また、民を唱えて清朝に抵抗していた、帝政公の軍勢は、清への反抗の拠点を確保するために、台湾のオランダインド会社を攻撃し、 1662年に東インド会社を台湾から駆逐することに成功した。台湾の漢民族政権による統治は、この低成功の政権が史上初めてである。東インド会社を駆逐した低成功は台湾をとう,とうとと解明し、現在の台南市周辺を根拠地としながら、台湾島の開発に乗り出すことで台湾を 半神また民の拠点にすることを目指したが1662年中に木で死去した。そのために彼の息子である帝京たちが父の後を継いで台湾の半神また民の拠点化を進めたが半神勢力の撲滅を目指す新朝の攻撃を受けて1683年に降伏し、帝氏一族による台湾統治は3代実質21から23年間で終了した。 歴史上の帝政公は彼自身の目標である反身また民を果たすことなく死去し、また台湾と関連していた時期も短かった。だが、帝政公は台湾独自の政権を打ち立てて台湾開発を促進する基礎をいたこともまた事実であるため、帝政公は今日では台湾人の精神的支柱、開発思想として社会的に極めて高い地位を占めている。 なお、帝政公は、清との戦いに際し、たびたび、江戸幕府へ、軍事的な支援を申し入れていたが、当時の情勢から帝政公の勝利が難しいもので、あると、幕府側に判断され支援は実現しなかった。しかしこの戦いの経緯は日本にもよく知られ、後に、近松門左衛門によって、国戦や合戦として、人形上流利化された。 建国以来阪神勢力の撲滅を目指してきた、新朝は、阪神また、民を掲げる台湾の停止政権に対しても攻撃を行い、1683年に台湾を制圧して、停止政権を滅ぼすことに成功した、宝古海戦。だが、新朝は、停止政権を滅ぼすために、台湾島を攻撃、制圧したのであり、当初は台湾島を領有することに、 消極的であった。しかしながら、朝廷内での協議によって、最終的には、軍事上の観点から領有することを決定し、台湾に一府、台湾三県、台南、高尾、かよしを設置した上で、福建省の統治下に編入した、1684年から1885年。ただし、新朝は、台湾を、加害の地、皇帝の支配する領地ではない。 中華文明に属さない土地の意として、さほど重要視していなかったために統治には長らく消極的であり続け、特に台湾原住民については、加害、怪害の民、皇帝の支配するためではない、中華文明に属さない民の意として放置し続けてきた。その結果、台湾本島における成長の統治範囲は、島内全域に及ぶことはなかった。なお、 現在、中華民国政府と中華人民共和国は台湾のみでなく長与島、尖閣諸島にも新朝の主権が及んでいと主張している。新朝編入後、台湾へは対岸に位置する中国大陸の福建省、関東省から相次いで多くの漢民族が移住し、開発地を拡大していった。そのために現在の台湾に居住する。 本省系漢民族の言語文化は、これらの地方のそれと大変似通ったものとなっている。漢民族の大量移住に伴い、台南付近から始まった台湾島の開発のフロンテア前線は、約2世紀をかけて徐々に北上し、19世紀に入ると台北付近が本格的に開発されるまでになった。この間、台湾は主に農業と、 中国大陸との貿易によって発展していったが、新朝の統治力が弱い台湾への移民には、気性の荒い海賊や食いはぐれた、緊急民が多く、さらには、マラリア、デング熱などの熱帯病や原住民との葛藤、台風などの水害が激しかったため、台湾では内乱が相次いだ。なお、新朝は台湾に自国民が定住することを抑制するために、 女性の渡航を禁止したために台湾には漢民族の女性が少なかった。そのために漢民族と平地に住む原住民との混血が急速に進み、現在の台湾人と呼ばれる漢民族のサブグループが形成された。また、原住民の側にも兵補族と呼ばれる漢民族に分的に同化する民族群が生じるようになった。19世紀半ばに ヨーロッパ列強諸国の勢力が中国にまで進出してくると台湾にもその影響が及ぶようになった。すなわち1858年にアロー戦争に敗れた清が天津条約を締結したことにより台湾でも台南、アビラ、安平ンン港やキールン港が欧州列強に開港されることとなった。1871年、宮古島,島島民遭難事件が起こった。これは 宮古、八重山から、首里王府に年貢を納めて木戸に着いた船籍のうち、宮古の船の一隻が、台湾近海で遭難し、台湾上陸後に山中を彷徨ったもののうち、54名が、台湾原住民によって殺害された事件である。日本政府は慎重に厳重に抗議したが、原住民は、加害の民、国家統治の及ばないものという返事があり、そのため2874年には日本による、 台湾出兵、ボタン車事件が行われ、1884年から1885年の清仏戦争の際には、フランスの艦隊が台湾北部への攻略を図った。これに伴い、清朝は日本や欧州列強の進出に対する国防上の観点から台湾の重要性を認識するようになり、台湾の防衛強化のために知事にあたる準部職を派遣した上で、 1885年に台湾を福建省から分離して台湾省1885年から1895年を新設した。台湾省設置後の成長はそれまでの消極的な台湾統治を改めて本格的な統治を実施するようになり、例えば1887年にキールン、台北間に鉄道を付設するなど近代化政策を各地で取り始めた。だが、 1894年に新朝が日清戦争に敗北したため、翌1895年4月17日に締結された下関条約、馬関条約に基づいて台湾は新朝から大日本帝国に割上され、それに伴い台湾省は設置から約10年という短期間で廃止された。これ以降、台湾は大日本帝国の外地として、 台湾総督府の統治下に置かれることとなる。台湾が本格的に開発されたのは日本統治時代になってからである。1895年5月25日、日本への割譲反対を唱える肝心により、台湾民主国の建国が宣言され進駐した日本軍との木のと羊戦争に発展した。日本軍の圧倒的に優勢な兵力の前に、 政権基盤が確立していなかった台湾民主国は、間もなく崩壊、1896年に3一方が交付され、台湾総督府を中心とする日本の統治体制が確立した。農業は台湾、工業は日本と分担することを目的に、台湾での農業振興政策が採用され、各種産業保護政策や、鉄道をはじめとする交通網の整備、 大規模推理事業などを実施し政党業や、放来米の生を飛躍的に向上させることに成功している。また経済面では、専売制度を採用し、台湾内での過藤競争を防止するとともに、台湾財政の独立化を実現している。また、初期段階の抗日武装運動に対しては、武力鎮圧で対応していた。その後近代化を目指し台湾内の教育制度の、 拡充を行った。義務教育制度が施行され、台湾人の就学率は1943年の統計で71%とアジアでは日本に次ぐ高い水準に達していた。義務教育以外にも、主に実業系の教育機関を設置し、台湾の行政、経済の実務者要請を行うと同時に、大量の台湾人が日本に留学した。台湾の併合にあたり、 台湾人には土地を売却して出国するか、台湾に泊まり帝国新民になるかを選択させた。1895年に台湾が大日本帝国に編入された時、併合に反対する台湾住民は、一刑罰連によって処刑された。その数は3000人に達した。抗日運動は、1915年のイアン事件、タパニ事件で頂点に達した。 また当時の台湾に多かったアヘン常習者への対策として、アヘン常習者には免罪符を与えて免罪符を持たない者の,のアヘン使用を禁止とした。当時の台湾は衛生状態が非常に悪く多種な薬病が蔓延していた。特に飲み水の病原菌汚染がひどく、台湾の水を5日間飲み続けると死ぬとまで言われていた。 そこで、後藤新平が近代的な上下水道を完成させた。また、台湾南部の乾燥と沿害対策として、八田余一がカラス山カシラダムと用水路を建設した。この八田の功績に対して、カラス山カシラダムの湖畔には、地元住民によって建設された八田の銅像があり、現在でも八田の命日には、毎年地元住民による感謝と慰霊が行われている。 また、この地方出身である、陳水扁総統も、感謝の弁を述べている。太平洋戦争が勃発すると、台湾は、日本の南方進出の前哨基地として、重要戦略拠点として位置づけられる。軍需に対応すべく、台湾の工業化が図られ、水力発電所をはじめとする、インフラ整備も、この時期積極的に行われた。しかし、戦争末期には、 アメリカ軍の空襲を受けるなど、台湾も爆撃などを受け、目標としていた工業生産を達成することなく、終戦を迎えることとなった。社会面では当初は植民地としての地位にあった台湾であるが、日本国内で対象デモクラシーが勃興する時期に、台湾でも地方自治要求が提出され、台湾人としての権利の主張が行われている。これらは、 台湾議会設置請願運動となって展開された。しかし、これが実った時期は、日本統治時代末期の1935年であった。この1935年に、地方選挙制度が施行されるようになり、台湾においても、地方選挙が行われ、地方議会が開かれることとなった。1944年9月には、台湾でも、徴兵制度が施行されているが、 併合地席徴収兵は戦争終結のため実際の戦闘に投入されることはなかった。陸軍志願兵への倍率は1942年から始まった応募受付第1回で倍率426倍、第2回で601倍を記録した。徴用は戦争当初から行われていた。詳しくは台湾人日本兵参照のこと。 1945年の第二次世界大戦後、連合国に降伏した日本軍の武装解除のために、小海石率いる中華民国、南京国民政府軍が1945年10月17日に、約1万2000人と、管理204人が、米軍の艦船から台湾に陸してきた。その兵士たちは鍋釜を下げ、薄汚れた綿入れを着込み、ほとんどが、造り履脇で、 素足の者も,もいて、隊列はだらしなく曲がり、だらだら歩いていた。南京国民政府は、1945年10月25日の日本軍の降伏式典後に、台湾の降伏、日本からの解放を祝う式典を行い、台湾を中華民国の領土に編入すると同時に、台湾を統治する機関、台湾行政交渉を設置した。だが、 中華民国軍が台湾に来てから、婦助暴行や強盗事件が頻発した。さらに、行政交渉の要職は、信頼の外省人が独占し、さらには、交渉と政府軍の腐敗が激しかったことから、それまで台湾にいた、本省人、台湾人が交渉と政府軍に反発し、1947年2月28日に、本省人の民衆が放棄する2.28事件が、 起きたその際に、蒋介石は事件を徹底的に弾圧して台湾に恐怖政治を敷き、中国国民党の政治、経済、教育、マスコミなどの独占が完了した上で、1947年に台湾省政府による台湾統治を開始した。2.28事件以降、国民政府は台湾人の抵抗意識を奪うために知識改装。 共産主義者を中心に数万人を処刑したと推定されている2.28事件もしくは2.28白色テロ。こうした台湾人に対する弾圧は小刑国の時代になっても続けられた。国民党が当時の資料の公開を拒み続けているため正確な犠牲者数は不明で犠牲者数には諸説ある。だが1949年に 小介石が国境内戦で敗れた兵隊崩壊状態にあった南京国民政府を引き連れて台湾に移住してきたため、これ以降は事実上、小介石、国民政府による台湾の直接統治が行われることなった。国民党軍兵士の強奪、管理の腐敗ぶりには目に余るものがあり、国民党軍の占領駒もない頃から台湾人、内政人は、 新たな支配者に失望し始め、犬が去って、豚が来たと嘆くようになった。要するに、日本人はうるさく吠えても、番犬として役立つが、中国人はどん欲で汚いという意味である。この例は、第二次世界大戦が終わった途端に、東欧各地で、ファシズム的君主制が終わったら、共産党による一党独裁が始まった様相と、同じ現象である。なお、日本国は、 日本国との平和条約、サンフランシスコ平和条約や日華平和条約において、台湾の領有権を放棄したものの、領条約ではいずれも台湾の中華民国への返還、割譲が明記されていい。そのために現在では、台湾は中華民国によって占領されているだけであり、最終的な貴族国家は未定であるとの解釈、台湾地位未定論も存在する。改 知識分子、不穏分子を弾圧した小解析は開発独裁を行う。大陸から台湾に逃れた数十万の軍人を養うためにも大規模開発は必須だった。鉄道の北巡る線や走行開発など重大建設が実施され、台湾経済は軽工業から重工業へ発展していく。一方大陸を完全に掌握した共産党は、 台湾攻略を目標とした金門島攻撃に着手した台湾海峡危機を参照。しかし海軍及び空軍兵力に劣る人民解放軍は有力な政界、制空権を掌握できず、要塞に立てこもる国民党軍や台湾海峡を航行するアメリカ第七艦隊を打破することはできず、共産党も金門進行を放棄した。 共産勢力に対抗するためにアメリカは台湾を防衛する意思を固め、小介石に主樹の援助を鼻炎、吉国援助イコール、米国援助を与えた。ベトナム戦争が勃発すると、アメリカは台湾から軍需物資を調達し、その代償として外貨であるドルが大量に台湾経済に流入したことで、台湾経済は高度成長期に突入することになる。 植民地統治の影響から台湾は日本との経済的つながりが強かったが、この頃から台湾経済はアメリカ経済との関係を親密化させていく。多数の台湾人がアメリカに留学、そのままアメリカに在住し、台湾とのビジネスを始めるなど、太平洋横断的なネットワークが構築され、中でも台湾人が多く住んだカリフォルニアの影響を受けて古産業が育ち、 アケルなどの国際メーカーが誕生した。政治的には国民党独裁が続き、台湾の民主化運動は日本、後にアメリカに移住した台湾人を中心に展開されることとなった。しかし1970年代に入るとビレージマ事件が発生し、その裁判で被告らを弁護した陳水編、社長邸らを中心に台湾内で民主化運動が盛んになる。 当該運動。また1984年には国民党の内情を知りした小慶国伝を上司した作家、江南こと、劉義郎が滞在先のサンフランシスコで中華民国国防部軍事情報局の意を受けたチャイニーズマフィアに殺害される江南事件が発生。レーガン政権が改言を解除するよう圧力をかける。小親子の死後、国民党主席に就いた 李登輝は台湾の民主化を推し進め、1996年には台湾初の総統民政を実施、そこで総統に選出された。社会的には、小解析と共に大陸から移住してきた外省人と、それ以前から台湾に住んでいた本省人との対立、さらに本省人内でも、福老人と白家人の対立があったが、国民党はそれを強引に押さえつけ、 普通語教育、中華文化の推奨などを通して台湾の中華化を目指した。国際的にはアメリカの非語化で日本、韓国、フィリピンと共に共産権封じ込め政策の一端を担っていたが、ベトナム戦争の行き詰まりから米中が国交を樹立すると台湾は国連から追放され、日本からも断交されるに至った。 しかしアメリカは自由人営保持の観点から台湾関係法を制定し台湾防衛を外交定税としている。李登輝は永年議員の引退など台湾の民主化政策を推進したが、恒例のため2000年の総統選には出馬せず、代わって民進党の陳水編が総統に選出され台湾史上初の政権交代が実現した。陳水編は 台湾の独立路線を採用したため統一派の国民党とたびたび衝突し、政局は混迷を続けた。2004年の総統選では国民、民進両党の支持率は拮抗していたが、僅差で陳水編が再選を果たした。混迷の原因の一つは中国問題で中国は陳水編を敵視し、国民党を支持することで台湾政界を牽制しているが、 その過度な干渉となると、台湾ナショナリズムを刺激し、反中国勢力が台頭するという中国にとっても、難しい問題となっている。一方の当事者であるアメリカ自身、中国に対する脅威論、友好論が錯綜し、一定の方針が定まっていないため、対外政策も一貫せず、台湾は独自性を強めざるを得ないとの見方もある。そのために、 日本を対中包囲毛の一環に組み込もうとする遠望も、離島輝などの新日政治家には見られるとされる。一方で台湾は中国との経済的関係を強化しつつあり、今や中国経済を抜きに台湾経済が成り立たない状況となっている。基幹産業であった電子産業も中国への工場進出による産業の空洞化が進み、台湾政府は 新築や台南にサイエンスパークを設置して、バイオテクノロジーなどの先端産業の育成を図っているが、欧米との競争もあって状況は楽観できない。また、経済の知的集約化、サービス化の進展により、台北への人口集中が進み地方との格差問題も顕在化している。景気低迷による格差拡大、出生率低下による高齢化、 東アジア随一の離婚率の高さなど、社会の成熟による問題も紛失している。文化的には、中国、日本、欧米の影響を強く受けていたが、ナショナリズムの公用に連動するかのように、台湾独自の文化も勃興している。とりわけ映画界では、宝庫県などのニューシネマが有名である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。